吹ける仕事人数感その60、本日はアートディレクター、雄一郎デザインの鈴木雄一郎さんをお招きしました。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いおし願まいす。します。鈴木さんはどちらの生まれの方なんですか？富士市。富士はどこですか？生まれはマカド。マカド？マカドっていう吉永地区なんです吉永けど、地区。あ、工業高校の上あ、の方。工業の方。あ、あの辺なんですね。はい。そうすると小さい時どんな遊びしてたんですかね。あの辺川はあるし、あ、川？川っていうかその綺麗な川は川いや、ないです。ないんですか？雨の日だけ流れる流れようる。な。そうか、そうか。遊び？まあ、山なんで、やっぱ山の中あとそこ、ずっか、とあそこ山です。確そう、かにもうね。山の中なので、まあ、あ山そこのの中原で田す小ね。学校、吉永小学校、吉永第二小学校第で二す小ね。学校ですか。まあ、小さい時の思い出をちょっと毎回聞いてるんですけども、はい。ちょっと今、画像にありますけども、これがなんか、ちょっと説明してください。自分が通ってた保育園で、自分が年長の時に、まあ、卒園式っていうのがあるんですけども、その卒園式のしおりありますよね。卒園のしおり、それの表紙のデザインっていうか、ねえ、なんか園長先生こう、が、なんか鈴木さんが描いたの絵を見て、これ面白いから、ちょっとその描いてみろみたいな形で、そうですね。なんか描いたっていう、6歳の時ってね、さっきちょっと聞いそうてですね、しまっ6たんで歳のすけ時どに。も、なんかその絵心じゃないですけども、なんか好ええ。きだったんですかね。そのなんかよくその、まあ、外でボールを蹴ったり、ね、する子はいるし、本を読む子もいるし、鈴木さん、なんかその小さい時からなんか絵を描いてたな、そんな感覚あったっていうわけ、どうなんでまあ、すか。昼間は普通にね、外で遊んでましたけど、結構やっぱ、多分ね、物心つく前から描いてたみたいですね。自分はよく覚えてないんですけど、ああ、そうか。もう、そうですね、保育園の時から、よく、チラシあ、の白い、裏、白が裸書に、いたなり、んか書いてたと。ずっとそうですね、絵は描いてましへえ。たね。じゃあ、その、まあ、明るくしてもらっていいですけど、小学校とか、はい。なんかも、その、まあ、図画工作っていうか、そういうのはやっぱり好きだったそうですんでね。す。やっぱり、まあ、勉強も変な話、好きだったっていうか、普通に、まあ、体育とかも好きなんですけど、まあ、その中でもやっぱり図工ですよね。もう好きで、で、まあ、普通のそういう算数とか国語のテストあるじゃないですか。で、テスト用紙ってありますよね、答案用紙っていう答案紙ね。結構大きい B4 ぐらいの。あれ、こうさっさとこう書き終えて、裏にして絵を描くっていう、それがすごい好きで、もう早く、他の人たちが必死でやってるのに、もう自分はバーッとやっちゃっもうやって、ちゃって、悠々とこう書くという、そうですね。この醍醐味というそれか、がすごい覚えてます。それすごい好きでしたああ、知っちゃいましたね、そのなんか良さがっそていうれか。で、はい。でも、さっき出た絵をね、その描いて、やっぱりうちの人も嬉しいじゃないですかね、息子さんが、裕次郎君がその絵を描いて、園の卒園のしおりのね、で、周りからも、すごいなとか、いい絵とか、素敵だなとかって言われると、なんかそれだけで嬉しくなっちゃって、それがこうずっとっていうこともあったんですかね。そうですね。なんかきっかけだったとかっていまあ、小学校の時に何でしたっけ、ふもとう。麓はあります。ありましたよね。あれでよく絵がこう、作文だったりね、作文カッだったトだっりたり、絵だったり、そういうのが結構小学校のそういうコンクールとかで選ばれるので、で、まあ、褒められるんで気持ちよくなってまたやそうるみでたすいよな、そういうね。感じでしたね。なんか小学校の時、ポスターなんかも募集になったりとかっあて、こんなの書いたなんて覚えありますか？小学校とかあ、で、どこの？まあ、その校内での運動会のポスターとかああ、ありまもすね、運あ動り会のまポしスたターけとか。ど、なんかやっぱ自分が絵が、まあ、好きっていうこともあって、親とかあとは友達のなんかお母さんとかがそういう校外の一般のそういうコンペみたいな情報をくれるんですよね。で、それをこう、書いてみたら自分でどうって書言われいて。て、そうですね。で、覚えてるのが NTT の、今思い出しましたね、本当に。NTT のコンペがあったんですよね。電話かで、なんかですかね。そう、未来の電話をなんか考えて、自由にこう、出してくださいみたいなのがあって、で、それ出したら選ばれて、どっかになんかこう、掲載されて、それを見に行った思い出が。そうですか。はい。
僕も実はあの実はだよ、僕は中学の美術の先生だったんですけども、今僕思い出しましたよ。小学校かなんかの時にね、虫歯予防のこうポスターをこう書いてね、あなんかそれね、やっぱり今言ったようにこう表彰されて、どっかその美術の先生と一緒に行って、帰りに喫茶店かなんか行って、ベロンソーダかなんかをねこう奢ってもらったことを今思い出しますけどね。あ、まあ、でもそういうふうなのがこうポツポツあったんですよね。そうですね、ポツポツがずっとあったのかもしれないですね。中学校美術部かなんか入ってたんですか？いや、じゃなくて全然全く中学何て言ったっけかな、あ卓球ですね。あ卓球部、卓球入ったのもあの小学校の時から中学入ると先輩が怖いって聞いてたんですよ、ずっととにかく先輩が怖い。あそこ吉原三中ですか？北中ですか。で先輩が怖い先輩が怖いって聞かれてて、で入った時に男子卓球部が初めてできたんですよね。はいはい、あ先輩がいないわけだ。いないんですこれ幸いと。そうで、まあ似たような友達と一緒にこう、じゃあ先輩いないからみんなで入ろうかって言って入ったっていう感じで、美術部とか全く考えなかったんですよね当時。そうなんだ。うん、なんかあんまりこう教えられるのが好きじゃない。そうかそうか、もう自分でね、自分でやりたいっていうのがその頃からあったと思うんですけど、なんかこう昔そういうのがこう原点にあって、で、ね、人からこうだとかっていうよりも自分でこう好きに書くとかっていうのが、ね、そうですね、きっとそうだったんでしょうね。へえ、じゃあ、まあ、絵は好きでね、そうやって書いてた。でも昔は卓球だったとか話なんですけども、はい、その、まあ、勉強も一生懸命やられたと思うんですけども、こうなんか卓球以外に中学の時になんか好きになったとか興味とか関心とかって、そういうのはなんか中学です、特になかった、ね、ああ、ラジオ、ラジオ、深夜ラジオ深夜ラジオです、日本放送、日本放送の例のねそうですか。そうです、ラジオにハマってましたね、そういえば。でなんかハガキ書いたりしてました、ね、タモリとかチンペイさん、まああの辺は違うか、まあ、トンネルズとか、トンネルズの辺のあーオールナイトニッポンとか、じゃあ勉強さっと終わらしちゃってこう深夜放送聞いてそうそうそうで、ね、なんか書いて出したりとかっていう。そうですね、今思い出します。あと音楽とか、うん、そうですね、まああとはまあ普通に友達と遊ぶとか、はいはい、うん、まあそんなに普通でしたけど。じゃあ中学から例えば高校に進学するときに、その担任先生が裕一郎君将来はとか聞いたときに、自分の仕事とか将来はとか、なんかその答えたときは何て答えたんですかね。姉が2人いるんですけど、はい、で姉がその時かな、もう一番上の姉は東京の大学に行ったので、うん、でその、まあ、次の姉も多分東京の大学行くような感じだったので、はいはいはい、何の疑いもなくて、まあ、世界が狭いじゃないですか、うん、中学生、はいはい、だみんなそうするもんかなと思ってたもんで、うん、まあ、大学普通に大学行って東京出るんだろうなっていうふうに単純に考えてた、はいはい、あんまり仕事のことは考えてなかった、ね、はい、まあ、あのお姉ちゃんも言ってるから、じゃあ僕も、まあ、東京、まあ、東京大学でっていうふうに勉強しようっていうことで、はい、高校もじゃあ部活は特になんかとかっていうことじゃなかった。高校は1年生の時に水泳部でした、ね、あ今度は水泳部だ、水泳部、ずっと小学校の時水泳ずっとやってたので、でまたで高校くらいになるとこうだんだん進路っていうんですかね、最終的に社会で自分はどんなふうにこう頑張ろうかなっていう考えると思うんですけど、その時もあんまりあれですか、まあ、ただとにかく東京の大学っていう感じだったんですか。いや、それともそう、その時に、うん、なんとなく友達と話してて、はい、将来どうなってるのかなみたいな話した時に、うんうん、なんとなく自分はやっぱり絵の関係なのかなっていうのは、何か絵に関係する仕事についてるんだろうなみたいな話は、うん、友達と話した時に、そうですね、ひょっとしたら。でも例えばその中学の時の美術の成績だったりとかね、高校でも絵を描く場面がいっぱいあったと思うんですけども、はい、その辺は雄一郎君前でねとかね、こういろいろ言われたりとかっていうのはあったんですか、それともあまりそんなの関係なしだったとか。中学とか高校の時はまあその美術の時間はありますんで、はいはいはい、でもやっぱちょっと変わったもん描くねとか、うんうん、そういうぐらいで特に何か評価されたりとかっていうのは絵の方ではなかったですね、うんうん、はい、でもまあここの友達にはひょっとしたら俺絵って、まあ、とにかくそういうふうな関係でひょっとしたら働けるといいなとかね、そうですね、なんかそういう言い方をね、そう、そんな本当に軽い感じで、うん、じゃあ、 高校を卒業して例えば専門学校とか大学とかっていうのはどの辺
なんかこう考えて、そうです、専門学校、学校、大学も考えたんですけど、はい、まず美大をやっぱ考えたんですよね。はあはあ、ですごい今の時代と違って、うん、情報が全くないんですよね。その美大を受けるってどういうことなのかなっていうところから行って、うんうん、で相談するのが同級生じゃないですか、はいはい、同級生に相談したら、なんか美大ってまず美術部じゃなきゃいけないとか、あと何か賞を取ってなきゃいけないんだよとか、そういうことを言われて、そんなことないんですか、ね、ないんです、うん、それを真に受けちゃってあ、じゃあやめようと思って、あでなんか高校にあるあの進路相談室みたいなところに、うん、ありますね、いろんななんか、はいはいはい、学校の専門、ね、はいはい、それ見てたらデザインの学校っていうものがあると、うんうんうん、でまずその時点で私デザインというものを知らなかったんですよね。デザイナーというものをまず知らないんですよ、高校3年の時点 で、 あ、そうで、で世の中にデザイン、うん、デザイナーって聞くと、まあファッションデザイナーとかそのぐらいのイメージしかなくて、はいはい、うん、でなんかデザインの学校があるってパッと見ちゃったのが、あの工業デザインの学校だったんですよね。あ、なんか品物とか要するにそういう関係 の、ね、そうですね、あの車とかなんとかそういうような、ね、はい、使うものなんかの電化製品だとか、ね、そうですね、でそれで自動車デザインコースっていうのがある、はいはい、学校があるって分かって、うん、で車も好きだったので、はい、普通に、うん、でその好きな車と好きな絵で、俺でそういう学校行けるんだったらこれはいいやっていう、でも本当その開いたページで人生決めちゃって、あ、まあ、学校案内っていうかねこうそういうのを、の勉強するところだということで、はい、あ、じゃあそれは東京だったんですか。東京ですね。じゃあそのまあ工業デザイン関係の勉強をする専門学校に入ったそうですね、というわけですね、はい、これ2年間3年生です。あ、じゃあまあそういう意味ではあのテスさんの基礎あたりからこう色ね、ね、色配色だとか、はい、なんかそういう勉強をずっとこうやるわけですよね、はい、でもその例えば美術部でもなかったし、石膏デッサンを とにかく、ね、やるとかっていうわけでもなかったから、ええ、まあ面白かったっていう、大変だったですか、面白かった、いやもうね大変でした、大変でした、っていうのも絵に自信はあったんですけど、うん、行ってみたらやっぱり全国から、はいはいはい、ね、まあ、腕自慢とか、ね、そう集まってくるんで、うん、もう周りのレベルが高すぎちゃって、うん、もう全然石膏デッサンとかやったんですか、うん、いや、 やっぱり鉛筆デッサンとかやるんですよね、はい、やるんですよね、うん、人通りやるんですけど、はいはい、みんな勉強してきてるんですよね、うんうんうん、どっかの美術研究所に行ったりとか、もちろん美術部だったりとかね、もう全然多分下から数えた方が早いぐらいの成績っていうか、はいはいはい、もう全然できなくて、まあ、やってなかったらそれはしょうがないですよねそれは当然なんですけど、びっくりしましたけど、ね、はい、あ、でもそんな連中がたくさん集まってる中に自分も入ってきたと、そうですね、で、まあ、そういう勉強もするっていうことで、はい、で、まあ、工業デザインのなんたらかんたらを教わるわけですよね、はい、うん、でなんかその時の思い出っていうのは何かありますか、こんな作品を作ったとか、その今思うとこれがもう力が入った作品だなとか、卒業制作みたいなものっていうのは、そうですね、車を結局自動車デザインコースなので、はいはい、車を描く、もう車しかやらないんですけど、うん、で車を描くんですけどなかなかうまく描けないんですけど、うん、その先生が言うにはコンセプトはいいと、うんうん、でプレゼンテーションもいいと、うん、はい、絵がダメだとその2つは褒められたんですよ、コンセプトとプレゼンはいいけど、うん、でそうですね、絵はなかなか車の絵がうまく描けなくて、うん、でまあ、車の絵はなんとか描けるようになったんですけど、うん、挫折したのがクレイモデルっていう、あ、粘土でこう作るわけですね、そうですね、車を実際何分の1かなんかね、うん、そこで挫折してもともとプラモデルとか苦手なんですよ。あ、そうなんですか、はい、絵は平面はいいんですけど、立体がすごい苦手なもんではい、はい、そこですごい挫折して、もうそこからもう半ば諦めちゃいましたね。あ、じゃあカッチ方面はちょっと無理だなと思って、うん、でグラフィックデザインっていうのはその頃から分かってきたんで、はいはい、学校がっていうか先生に移りたいって言ったんですけど、うん、やっぱ途中でこう変更ができなくて、はい、まあ最後まで、あ、とにかく最初3年間はそこでやったわけです、まあ、はい、じゃあでもどうもこっち系じゃないなと、立体ではちょっと苦手だなっていうところで、さっき言ったグラフィックデザイン、まあ、平面の方行ってみようかなと思ったけども、はい、とりあえず3年間やって卒業したはいですね、でその後の展開ってのが、どっか就職したのが全く
まあ、あまりそのせいじゃないかもしれないです、まあ、超氷河期って言われたのバブル崩壊して、ああ一番な就職それもない時期ですか、はい、はい、まあ、成績良かった友達もできなかったぐらいの時期で、失礼、お年はいつ39歳、やっぱその辺 の, あのバブルのあの時代をちょっとね、そうなんですか、で、まあ、就職ができずに、うん、地元に帰ってきて、あ富士帰ってきて、はい、はい、で実家の仕事を、まあ、継ごうと。実家は何やられてるんですか。あの卵の問屋、卵の問屋さん、問屋、はい、あの卵を仕入れて、はい、ニワトリ飼ってるわけじゃなくて、あのそこを仕入れたものを、はい、あのスーパーとかおろすってやつ、ね、はい、パン屋さんとかホテルとかにこうおろすっていう。じゃあその仕事を、まあ、ちょっと手伝った時やったっていう。いやもう継ぐ気で、継ぐ気でしたんですか。で、あそうなんですか、はい、もう帰ってこいと俺のね、うちはあれも、いや帰ってこいって言われるんではないですか、まあ、とにかく3年間やって終わったから、まあ、帰ってこず、まあ、そうです、就職もないし、まあじゃあ継ごうかなっていう、うん、手伝いをっていうことで、まあ、継ごうかなと、はい、そのくらいの気持ちでいたんですね。そうですね。じゃあそこそこ頑張ってうちの手伝いお父さんの手伝いをして、まあ、結構やる気もありましたけど、ね、うん、もう継ぐぞ、継いでもいいと、はい、いう感じでいたんですが、はい、それからどういう展開になったんですか。なんかこれ 1,2 年とかやったんですか。3年半やって、はい、でやっぱり自分が始めた仕事でもないですし、まあ、父がもうね、うん、まあ、作り上げ て、まあ、安定してそこそこの大きさになったのを、うん、まあ、でもお姉ちゃん2人いて、自分がまあそういう意味じゃ長男だから、ひょっとしたらそこのね家業じゃないけどそれをって思った時期もあったけども、どうもちょっとって思い始めたんですかね。まあそうですね、やりがいを感じないというか、まあもうね父が作り上げてしまっているから、うん、もうできちゃってるからね、もうできちゃってるものを淡々とね、うん、こなせばいいわけ、こなすだけなので、まあ若かったこともあって、うん、やりがいをもうちょっと、そうか、で、まあ、一応3年間ねグラフィックデザインじゃないけども工業デザインの方をやって、まあでもちょっとそっちはだったけども卵やってみたけどもどう思うっていう、ね、なんかちょっとふつふつとなんか、ね、そうですね、なんかこうものが出てきたんでしょうね、うん、そうですね。それでどうしたんですか。それでやっぱりデザイナーになりたいって思って、はあ、はいはい、うん、でまあグラフィックデザインですよね、うん、それでまあデザイン事務所ですよね、はい、就職するとしたら、うんうん、そうするともう東京にない、東京にしかないと思ってたので、うん、その当時あった A to Z とかなんかフローム A でしたっけ、なんか転職情報誌みたいな、あ、はいはい、転職情報誌ね、なんかこう分厚いのありましたね、はいはい、それで東京のも分かるんで、うん、東京のデザイン事務所に、うん、絵を送ったんですよ、はいはいはい、バンバンこう、うん、しかも手書きの絵を、うん、でそれでもう10件20件落ちて、うん、で友達に相談したんですよ、その専門学校の時の友達に相談したら、はいはい、今は手書きじゃないと、うん、あ、まあコンピューター使ってコンピューター使ってやるもんなんだっていうことを教えてもらって、うん、それができなきゃダメだって聞いて、うん、でいろいろ調べたところ静岡市にそれを教えてくれる学校が、学校っていうか、あ、静岡にそのデザインの、そういう意味じゃグラフィックデザインを教えてくれる、まあ、イラストレーターというそのソフトを教えてくれる、あ、勉強の そういうのやり方を教えてくれる学校なんだ。そうですね、社会人向けの学校があったので、その卵屋やりながら週に1回通ってたんですよね。あ、うちの卵屋やりながら週に1回その、はい、要するにコンピューターを使えるような、技を使えるような、ね、はい、表現できるような、そういうの勉強にっていう、はい、別にグラフィックデザインの勉強じゃなくて、デザインの勉強じゃないですね、はい、その勉強を週1回やってたと、はい、はい、これじゃあ1年くらいやったんですか。半年ぐらいですかね、半年くらい、はい、半年くらいやると、まあだんだんこう分かってくるし、操作も仕方も分かってくるし、表現の仕方なんかも分かってくるし、はい、ということで、じゃあ一歩進んだわけですけど、その次の段階は、でそこでこう作った作品ありますよね、うん、はいはいはい、コンピューターで作った作品を、今度はそれを持って、じゃ あの面接に行けばもうちょっと、はい、あの可能性は広がるかなと思って、うん、その作品は車の作品じゃないですね、全然ポスターとか、ね、ポスターとか、はい、はいはい、それででももう東京は難しいってことが分かったんで、うん、地元調べたら結構地元にもあるってことが分かったので、あ、まあ、静岡とかね、この辺もあるでしょうけども、はい、で当時
職安って言いましたね。あのハローワーク。ハローワークさん。職安。はいはい。職安に通って、うん、でデザイン事務所を探して、はい、でまあ問い合わせてもらうじゃないですか、うんうんうん、職員の方に。そうするともう未経験ってことでダメなんですよね。ああ、それはまあ即戦力みたいな。即戦力が、はい、欲しいので、で、うん、もうあの会ってももらえない。あ、そうなんですか。っていうのが。厳しいんですね。はい、氷河期のね流れが来てるうちに。そうですね。あ、それで。もうあの電話帳当時、はい、タウンページのデザイン事務所というところ、はいはいはい、上からこう電話 し始めて努力しますね。もうそのあの募集を待ってられないっていうか、はいはいはい、もう手当たり次第やってみようと思ってこう電話しちゃって、でもやっぱ全部ダメ で、 あ、そうなんですか。で経験あるのってまず聞かれるのないんですって言うともうダメですってなって、それで20その時ね25歳だったのかな、で転職が当時もう25、6歳がまあ限界じゃないかっていう感じだったので、うん、である日まだ覚えてますが、お盆明けの17とか17日かな、うん、に職安に行って、で今日もうダメだったら、うん、もう卵屋をやっていこうと、と一切やめて、ずいぶん努力したし電話かけたけど、もう今日がダメだもういいと思う、もう今日はもう運命の日にしようと。それで行ったら一件未経験でもとりあえず面接はしてくれるっていうところが見つかって、はいはいはい、で急いで家に戻って、うん、スーツ着て普段着慣れてないスーツ着て作品持って、うん、ですぐに行って、それは静岡だったんですか。富士市です、ね、富士で、はい、あ、で面接をしたところ、うん、その場で OK していただいて、うん、そうなんですか、それで入社ができたっていう感じですね。ギリギリまでなんかねあれでうまく入りましたね。それがダメだったらもう卵屋をやるって感じだったんだけど、そうですね、じゃあそこは一般的な広告チラシあたりを作ってるデザイン会社みたいな、これがまたちょっと違いまして、違うんですか。パッケージが主でしたね。主っていうかもうほとんどパッケージデザイン、パッケージも本当にいるのもありますからね、ええ、うん、そうなんですか。そうですね、パッケージデザイン。じゃあ、 あの向こうのこういうこういうふうなの作ってほしいとか何とかとかいろいろ相談しながら、はい、色とか形とかね、それを決めていくとか、写真はとかっていうのっていう、でも、まあ、さっき僕、まあ、車の工業デザイン関係はねあの勉強され何か、うん、されたってことなんですけども、はい、そういう意味じゃグラフィックデザインってのはまあちょっと未経験じゃないですかね。そうですね、はい、でやっぱり仕事をやりながらこう覚えていったって形になるわけですね。そうですね、そこはあの2人くらいとか3人くらいとかいたんですか、その働いてるその会社。いや、もう社長と社長さんと私だけですね。あ、そうですか、はい、じゃあいい若手が入ってきたと、俺がやることを、ね、学びながら一緒に盛り上げていこうみたいな感じになったんですかね。そうですね、こうあのまあ、パッケージもいろいろあるし、いろんな会社があると思うんですけど、なんかこう近くで知ってる会社なんかのやつをやってたっていうことはありますか。あ、まあ、具体的な社名はちょっと出せないんですけど、あ、はいはいはい、あの富士市ですので、うん、トイレットペーパー、あ、トイレットペーパーの、はいはい、あのパッケージ、あ、トイレットペーパーね、パッケージで、まあ、製紙会社さんとか印刷会社さんから依頼を受けてやるっていうのが多かったですね。 あれはね、一回こう決まっちゃうとあんまり変わらないもんでもないんですか。いや、結構当時、今はそうですけど当時はもう本当に毎年変えていくような時期でしたので。そうなんですか、じゃあそういうパッケージの、まあ、トイレットペーパーなんかのデザインをやってたっていうことで、はい、ね、ここであのゆうちゅるさんがなんか自分でこう仕事らしい仕事っていうしたっていう、なんかこう、こういうものをやったとかっていうのは何かありますか。まあ最初は多分親方って言わないですね、何ですかその旦那さんっていう言い方するのか、社長さんがこうねいろいろやったりするのをお手伝いとか何かやるけども、いつかこうだんだんできるのとゆうちゅる君、じゃあちょっとこれやってみたいなとかってあるじゃないですか、はい、それで何か覚えてる何か商品とか何かありますか。まあ、これも具体的な名前は言えないんですけど、うん、はいはい、某最大手コンビニエンスストアですか。某最大手コンビニエンスストア、何とか分かりますけど、の PB 商品ですね、プライベートブランドのトイレットペーパー。あ、
独自のそれの取り組みのデザインを任されてやったっていう、はいはいはい、でそれがもうほぼ私の最初の案のまま商品化されて、はいはいはい、なんかそういうのって嬉しいじゃないですか。すごい自分ののが ね某大手のね そこにこう並んだりすると、俺が作ったのに並んでるみたいなねそうですね、うん、もうそれが全国で本当に売られたので。あ、そうですか。まあ富士市でね、その青春の街だからそれを使ったっていうことでね、そうなんですか。そうなるとなんか本当にまあ、設計者さんもね、この前言ったの自分のねこう設計したうちがここにあるとか、物としてこう寝込むじゃないですか、ね、なんかすごく嬉しいっていうのをね言ってた出してたんだけども、やっぱそういうね感覚があったと思うんですよね。そうなんですか、はい、じゃあそこは随分そこでまあ勉強で何年くらい、そこは7年半、はい。あ、じゃあ随分いたんですね。じゃあいい経験をしましたよね。何かね、でも本当にいい会社だったね、はい、うん、なんか別にずっといてもよかったような感じなんですけど、はい、そうですか。ここでのなんかこのエピソードっていうかトラブルっていうか、あ、こんなことがあったとか今思うととか、なんかその辺はなんか、そうですね、あのまあ最初の頃ですね、最初はあまりデザインっていうものはやらせてもらえなくて、うんうんうん、まあ、地味って言ってあれですけど、まあ、地味な仕事が多くて、はいはいはい、で初めてじゃあちょっとゼロから自分でデザインしてごらんって言われた時に、うん、まあ若いデザイナーにありがちなんですけれども空回りしまして、あ、今までにない新しい斬新なことをやりすぎちゃうっていうね、やりますね当然ね、やってすごい怒られたっていう、うん、社長に、あ、これはちょっと飛びすぎだぞと、ね、もう何考えてるんだってまだ覚えてません、何考えてるんだって言われました。今もと自分でもすごい飛んでたって感じしますか。何も考えてなかったんです。その商品がお店に並ぶこととかその商品が売れることとか、うん、誰がターゲットだとか今じゃ当たり前に考えることを一切考えてなくて、うん、作品を作ってたんですよ。あ、はい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 、ちょっとこう みんなの目を引くとかね、あまりこうみんながちょっとやらないでやろうみたいなことをこうやるじゃないですか、はい、若気の至りじゃないけどもね、そうなんです、はい、それをやってすごい怒られたなと思ってます、うん、確かにほら当然考えればね、この作品商品は誰が、ね、買うものとかどういうところに並ぶとかね、うん、なんかそれも考えなきゃ当然ね、もちろんそこは大事なんですけど、うん、そこを全部飛ばしてとんでもないことですね。でもそういうことをやりながらこう、ね、分かっていくし、ね、勉強、それは勉強していくんだけども、ね、もう会社としてはね何考えてんだっていうことでね、うん、まあ、そういうことをありながらも7年半そこで頑張られたっていうことなんですけども、はい、その後はこれがもう独立につながるわけです。そうですね、あ、なんかその辺でなんかコンペをやった時のなんか映像がちょっとあるっていうことなんですけども、会社に勤めてる時にちょっと暗くして、はい、その会社は7年半の中の時に作ったっていう。そうです、どうしても会社だけでやってると、はい、まあ、社長の評価とお客さんの評価は得られるんですけど、うん、一体自分の、まあ 一般的に自分のデザインはどうなんだろうってわからないので、うん、そういう外のいわゆるデザインコンペに出して自分のこう力量を確かめたかったんですよね、うん、でこういったものをこう出していったんですけれども、これは静岡のパルシェで、はい、パルシェ主催じゃないんですけど会場がパルシェでポストカードサイズのなんかデザインコンペっていう、はい、っていうのでを見つけまして、はいはいはい、まあこういうパターンでいろいろ作ったんですけども、うん、まあこのぐらい、これは基本の形で、はいはい、まあ中身をこういろいろ変えて出したところ、これでグランプリをいただいたんですよね。そうなんですか、はい、でそれでなんかこう楽しくなっちゃいました、まあ、認められたって、評価されたってね、ね、社長が評価するもそれは大事だし、こうやって一般、まあ、対外的なね、そういうところでっていうことで、そうですね、もう嬉しくなりますよね。そうですね、で普段ね会社ではできないようなデザインもやりたかったの でそれを思い切ってやったらまあ評価されたので、でまたそこから続きから次へとこうコンペに出すようになりまして、これは T シャツですね、はい、これはユニクロのユニクロさん、はい、はい、T シャツデザインコンテスト
うん、今 UT グランプリって名前になってますけど、それの第1回目のに出して、はいはい、これベンチですよね。ベンチですね、うん、これ当時なんか趣味で針金で椅子とかベンチとかなんか作って、はい、で知り合いのカフェとかになんかちょっと飾りとして置いてもらってたりしたんですよね。でその立体の作品を逆にこう絵に平面にして、でやったら1万6000点ぐらいの中の60点ぐらいに選ばれまして、ユニクロのこのそのデザインがいっぱいあって集まって1万6000点の中の60点の中に入ったと。はい、ほう、これ商品になったの？これは商品化されて世界で、ユニクロだからね、はい、全世界で売られて。そうなんですか。で知り合いの人がタイかどっかで、うん、見た、その現地の方が着てるところを写真に撮ってくれて私のこのデザインした、そうですか、はい、それはまたまたいいですね、でまたまあ調子乗ったというか、うんうん、やっぱり、まあ、それはちょっと、気分良くなっちゃう。最初ほらちょっと社長に叱られたなんて話があったじゃないですか、そんなのを、でもこういうのってほらそんなのか関係ないし、ね、思いっきりこうできるわけじゃないですか、そうなんですか、わかりました、わかりました、はい、じゃあまた明るくしてくれますか。で今度はまあ働いてたところを